こんにちは武蔵野シティニュースの松岡美由紀です花だよりの季節となりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース今回はこのほど策定された第5次子どもプラン武蔵野について取り上げますまた2月24日に行われたホストタウン武蔵野滞在政策成果発表会と 武蔵野ふるさと歴史館の特集展示昭和の広告の模様も合わせてご紹介しますどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれではまずはじめに第5次子どもプラン武蔵野についてです子供プラン武蔵野は市の指針となる長期計画の分野別アクションプランとして市が行う子供に関わる施策を 総合的に取りまとめた計画書でこのほど令和2年度から6年度までの5年間を計画期間とする第5次子どもプラン武蔵野が策定されました今回は子ども政策課の平塚主任にこの計画のあらましや主な内容などについてお聞きしていきたいと思いますよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします 今回はこのほどをまとめられた第五次子どもプラン武蔵野について伺ってまいりますが、はい、まずはこの子どもプラン姿勢の中でどんな役割を担っているんでしょうかはい子どもプラン武蔵野とは子どもと子育て家庭を支援するための市の計画書になります 今回策定された第5次子どもプラン武蔵野は市政運営の大元ととなる第6期長期計画の分野別アクションプランとして直接的な子どもや教育の分野だけでなくこれに関わる福祉や環境まちづくりなどの分野も含め令和2年度から今後5年間の市が行う子どもに関わる施策を総合的に取りまとめています。 子どもとは0歳から18歳までを指しますが子どもプラン武蔵野は子どもが生まれる前の妊娠中の方やそのご家庭も対象としています。また子どもや子育て家庭だけではなく地域で子育て支援活動を行っている市民や団体の皆さんも対象となっています。はははいいいわかかりまししたでででこのの子どどもプランどんんんなな理念考え方で作られているんでしょうか、はいえー この第5次子どもプランの「プラン武蔵野」の基本理念には子どもの人権の尊重や成長が平等に保障されるべきということを掲げていますがこれに加え武蔵野市は子どもと子育て家庭を支え安心して子どもを産み育てられる環境を整備するとともに地域社会全体で子どもと子育てを応援する街の実現を目指すことを掲げております。 近年は核家族化の進行や地域のつながりの希薄化親の働き方やライフスタイルの変化などにより子どもと子育てを取り巻く環境は大きく変化していますこうした様々な課題を踏まえ第5次子どもプラン武蔵野では5つの基本施策を掲げて,掲げておりますまず1つ目が子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせる街づくり2つ目に 安心してててみ育育られる子育て世代への総合的支援3つ目子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実4つ目子どもの生きる力を育むで最後の5つ目として、えー、教育環境の充実と学校施設の整備を掲げております。 はいではそうした考えを踏まえて市では具体的にどういったことに力を注いでいくことになるんでしょうかはいこの第5次子どもプ部が武蔵野では子どもに関わる16の事業を重点事業として位置づけています今日はこの中から主なものをいくつかご紹介したいと思いますまず重点事業の1番目に挙げているのが子どもと子育て家庭を包括的に支援する体制の整備です これは全ての子どもの個性が尊重され健やかな成長発達ができるよう妊娠期の段階から子どもと子とと育てて家庭を切れ目なくく支援していくことです。そのために保健医療福祉教育などの関係機関の連携を図るとともに地域で子育て支援活動を行っている市民の方々の取り組みが十分に機能するよう包括的な体制を整えていくことが市として重要な役割となっています。 子どもの成長とともにさまざまな悩みを持つ親御さんにより窓口が分かりやすく相談しやすい工夫をしてていいきたいと考えさまざま、はい、な支援を連携させてきめ細やかにそして切れ目なくとといううことでですすよね。はい、そうですね。そ、はいえー、次に今回のプランの重点事業として子どもの医療費助成の拡充があります。 これまでは中学生までの子どもの保険診療分の医療費が実質無料でしたが大学進学に向けた準備など保護者の教育費の負担が増え大きくなる高校生も対象にすべきと考え医療費助成の対象年齢をこれまでの15歳から18歳までに拡大します開始日などについてはこの計画期間中に調整してまいります はい、もう医療費のね無償化が十八歳まで拡大されるというのは本当に子育て家庭にとっては大きいことですよね。はい、そうですね。続いての重点事業は子どもの貧困対策の推進です。 国の調査によるとおよそ7人に1人の子どもが相対的に貧困状態にあると言われ市が行った調査の結果からも所得の低い家庭ほど子どもが学習できる部屋や場所がない割合が高いことや読み書き計算などの基礎的な学習への支援を必要としている声が多いことも分かります。 市では支援に関する情報提供を継続的に行うとともに学習支援事業の充実などに取り組んでいきますまた重点事業には中学生高校生の世代を中心に放課後などに子どもが自由に利用でき安心して過ごし集うことができる居場所について検討を行います。 えー、検討を行う際は当事者となる若者世代の意見を聞こうと考えておりまして、えー、この度ティーンズムサカツ2 0 2 0という中高生が武蔵野市について語り合うワークショップを開催する予定です。えー、こののティーンズムサカツのムササカカツツと聞き慣れない言葉なんですが武蔵野市を「語ってつながる」の頭文字を取っております。はい、はい、分かりました 市ではあの保育に関しても力を入れていると思うんですけれども、はいはい、最後にそちらの方はいかがでしょうかはい、うん、そうですね保育に関しては今後も利用者のニーズに合った保育施設の整備を行ってまいりますこのために重点事業として希望する保育施設に入所できる施策の推進と保育の質の維持向上のための取り組みを挙げております 以上第5次子どもプラン武蔵野のの重点授業の中かからいくつかご紹介させていただきましたなおこの第5次子どもプラン武蔵野について多くの市民の皆さ,皆さんに関心を持っていただけるようにコンパクトで分かりやすい概要版を作成中ですので、はいえー、皆様ぜひお手に取ってみてください、はいまあ、未来を担う大切な子どもたちの成長を市民みんなで支えて応援していきたいですね。はい そうですね今日はどうもありがとうございましたありがとうございました第5次子どもプラン武蔵野の概要版は4月1日から市役所や各市政センター図書館などで配布予定ですまたプランの主な内容については司法4月1日号に掲載します詳しくは子ども政策課までどうぞ それでは続いて2月24日に武蔵野市プレイスギャラリーで開かれたホストタウン武蔵野滞在政策成果発表会の模様をご覧いただきましょう。東京2020オリンピック・パラリンピックに向け市が実施しているルーマニアホストタウン事業。今回はアアアーーートトをを通した交流をとルーマニア人アーティストの アンドレア・アレクサンドラ・ペテルフィーさんが来日しましたアンドレアさんは1月からおよそ2ヶ月間武蔵野市に滞在し市内で出会った人や物にインスピレーションを得ながらコミセンを拠点に作品作りを行いましたこの日はその成果発表会街中の建物や電車などの乗り物私たちにとっては当たり前の風景も アアンドレアさんには新鮮に映ったようで発表会では作品のテーマとともに撮影場所やそこに興味をそそられた理由などを解説また滞在期間中さまざまな機会を通して触れ合った市民への思いなどを語りました若手アーティストのアンドレアさんのこれからの活躍そしてルーマニアをますます応援していきたいですね それでは次に現在、武蔵野ふるさと歴史館で開催中の昭和の広告、チラシから読み解く暮らしの様子の模様をご覧いただきましょう。カラフルで景気の良さそうな歌い文句が並ぶチラシの数々武蔵野ふるさと歴史館で開催されている特集展示 昭和の広告・チラシから読み解く暮らしの様子では、旧関前村名主役宅に保管されていた、昭和40年代から50年代に配られた広告・チラシを見ることができます。高度経済成長にオイルショック、第二次ベビーブーム、カラーテレビが一般家庭に普及したのはこの頃です。 こちらは、昭和四十六年の吉祥寺名店会館の広告。パイナップルがまだ珍しかった頃なのでしょうか。チラシを見ることで、その時代のその地域の物価や生活水準などがわかり、当時の市民の暮らしぶりをうかがい知ることができます。それでは最後に、基幹武蔵の春号発行と、 企画都市宣言平和事業実行委員会の大学生委員募集のお知らせです。期間武蔵野春号が完成しました。今回の特集は、私たちの未来を話し合おうと、令和2年度予算案の2つです。ぜひご一読ください。期間武蔵野は、3月27日までに全個配布するほか、 市役所や各市政センターなどの市内の公共施設などでも無料で配布しています。詳しくは、秘書広報課までどうぞ。市では、平和事業や憲法月間記念行事の企画運営を行う実行委員会の大学生委員を募集しています。対象は、市内在住または在学の大学生若干名で、任期は、 4月から来年の3月までの1年間、月に1回程度の会議に参加し、平和授業などのイベント運営に携わっていただきます。委員会1回につき、交通費1000円が支給されます。応募方法は、3月27日筆着で、ハガキか E メールまたは直接市民活動推進課でお申し込みください。 いかがでしたでしょうか今回の武蔵野シティニュース年度末進学や就職などを前に何かと慌ただしい日々をお過ごしの方も多いのではないでしょうか環境の変化が大きいこの時期体調にお気をつけてお過ごしくださいそれでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに